クラウンってどんな車でしょうか。以前ですね、歴代クラウンを乗り継がれた方と一緒に試乗したんですけれども、その方が後ろに乗って、あ、やっぱりこれはクラウンだねっておっしゃったんですよね。で、確かに後ろの席でこうゆったりくつろげる、例えば新聞読んだりとかね、そういったショーファーカーとしても使えるし、でもドライバーズカーとしても使えるし、そういったこのクラウンが歩んできた歴史の真髄の根底にあるものはそのままじゃないですか。でもデザイン的には今時にブラッシュアップして新しい機能もついてより使いやすくなって、やはりあのクラウンってずっと歴代チャレンジしてきたブランドだと思うんですけれども、今回は非常に大きなチャレンジ、そして私それすごく好印象を受けています。